こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ちょっと新聞とかでも載ってた忘年会する対処法。僕の友人がですね、これなんか YouTube で書いてて面白かったんで、僕もちょっと話してみようかなと思います。まあ対処法としてはですね、まあ重く考えず軽く断ってしまった方がうまくいくんじゃないかっていうことで、まあでもどうしてもまあ会社的に行かなきゃいけないときはですね、ゲーム化してしまうといいんじゃないかっていう、僕なりの対処法でございます。僕自体はですね、忘年会そんな嫌いじゃないんですけど、ただまあやっぱ気使いますよね。スルーする理由っていうのは、まあ会社から出るならまだしもですね、最近は会社から出ることもなく、自費で5000円で行かなきゃいけないみたいな。行かないとなんか変な目で見られたり、なんか嫌な空気になるの嫌だな、みたいな感じで思われてる方もいらっしゃいますしね。で、職場の人に大事な時間を奪われたくない。まあ、ってことはもう、職場自体がですね、こう、まあ本当にこう、なんていうの、うまくいってないんですね、きっとね。だからこう、もうただ仕事の場になってしまってる。それはまあ会社に責任あるんじゃないかなとか思いながらもですね、こう、経営者としてはちょっと心の痛い、職場の人と一緒にいるの嫌なの?みたいな感じはちょっと思ったりするんですけど、まあでも、そう思わせてしまった会社も悪いなとは思うんで、でまあ気使いますよね。気使うのが苦手とか、やっぱり対人関係苦手な人は、わざわざお金払ってまで時間取られてまで行きたくねえよみたいなのは、まああると思いますね。二次会も付き合わなくてカラオケ行きたくなるの行かなきゃいけない。僕も結構すぐ断っちゃいますね。もう僕ここまでっていう領域を決めて、まあ顔は出すけど、早めに帰るとか、なので、軽くですね、断ってしまうっていうのはすごく大事ですね。だから、あ、いけないんですよ、すいません、みたいな感じで断っといて、楽しんできてください、ぐらいの感じで、あんまり重く捉えず、これ、面白かったですが、友人が、こう、断るようになったら、周りも、断るようになってきて、で逆に、なんかこう、いや、ストリップ読んだりとか、そんなことをしてた、会社だったらしいんですが、そんなのもう、男性目線の何者でもないじゃないですか。そんなのをやってることに、まあ結局断ることによって、その人が断ることによって、だんだん空気がもっと何時で軽くしようとか、そういったなんかこう空気が生まれてきたってことなんで、まあ断るマインドブロックですよね。これもなんか断ってしまえばそんなに大したことはないみたいな。そうすると周りも、私もってなるとかね。だから最初だけ顔を出しといて、予定を作っておいて途中でもう、この時間になったら帰らなきゃいけないって決めておくみたいな。もう宣言しておくっていうのがすごい大事だと思いますね。だから時間をちゃんと限定しておいて軽く断ってしまう。だからね。すいません、10時までに僕ちょっと帰らなきゃいけないんで、すいません。今ちょっと、どうしてもね、顔だけ出しておきたいんで、みたいな感じですね。まあ、これ対人関係としては大事なことだと思いますけど。まあ、断れないならゲームだと思ってしまうっていうのはすごい大事ですね。これ私が、先輩がすごく言ってたことなんですけど、自慢話をしてくる上司。まあ、結局自慢話聞かされるじゃないですか、昔の私の若い頃は。なんかこう、ね、なんだか、5円あったらお腹いっぱい食えたとか言ってね、知らんがな、そんなもん、みたいな、お話じゃないですか。だからそんな、自慢話をしてくる上司っていうのが、こう自慢をしてくるっていうのは、これは、驚き方が足りなかったんだ。だから同じ話を何回もしてくる。要はね、ああ、お前これ話聞いてないだろ。だからこう、お前もちょっと話してやるよって話になってくるわけじゃないですか。その時に、本当ですか?いや、もうすごい話ですね。ちょっと聞かせてください、皆さんに。とかっていうふうに言うと、だから印象残るわけじゃないですか。印象残ったら、お前なんかこう、すごくこう、あの時にすごくこう、みんなにまでこう、ね、やってくれて、ああいういいやつだな、お前っていうのを残しておいて、そうすると、こう、お前には言ったよな、とか言ってね、要はですね、2回目がなくなるわけですよ。つまり、こう、驚き方の試験に落ちてるというふうに言われましたね。だからこう、何回もくどい話をしてくる人に対しては、もっとリアクションが、こう、驚き方が、こう、要は2回目をこう、次に、3回目、4回目っていう風に、こう、喋られる人っていうのは、驚き方の試験に落ち続けてるわけで、その試験に合格する勉強だと思いなさいって言われましたね。めちゃくちゃ面白く深い話だなと思う。マインドセットですごい変わるじゃないですか。だからこう、上司に、こう、どうやったら、こう、2回目同じ話をされないかゲームみたいな考えるとかね。まあ、そういったことを考えてやってると人間関係もちょっとうまくいくんではないかな。だからこう、嫌だなと思って参加すると絶対嫌なことになるので、これなんかちょっとゲームとして考えて。で、時間ももう決めちゃってね、もう二次会行かないですっていうのは、その二次会に行くときにどうするって雰囲気なので、僕10人だったら、これ、昔のこれです。これでお願いします。みたいな感じで、うまく抜ければいいんじゃないかなと思いますね。だからまあ、
捉え方としては、やっぱりその、嫌だな嫌だなって考えてるのとするしてしまった方がいいと思うし、もう完全に自分で時間をクイック決めてやって参加した方がいいんじゃないか。そういう時はもうさらっと、そうなんですよ。もう決まってるんですよ。もう仕方がないんです。ごめんなさい。みたいな感じで決まった方が逆にうまくいくし、行くとしたらもう自分なりにゲーム化して楽しめきるってことですね。といった場合に、まあ、カラオケ好きな人は行けばいいし、行きたくない人は行かなきゃ良いわけですから、まあ、カラオケまで参加するって決めて、カラオケが終わる時間を逆算して、その時間だけ参加するっていうふうにすればいいと思うんですね。だからまあ、はっきりしてしまえば、こっちでもマインドをちゃんと決めてしまえば、絶対うまくいくことだと思いますので、参加した時にね、まあ、って言ってもね、こう、飲むと忘れるんですよね。さっき驚いたじゃん、お前、みたいな。それをもう逆にもう楽しんでしまうみたいな。あ、この人また言ってるよ、みたいな。何回言うかチェックみたいな。何回言うか掛け事したりとかね。同じことどんだけ言うんだ、この人、みたいなのね。何回言った何回言ったって、ひそ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 やるとかね。っていう風にしてると、結構面白かったりとかするんじゃないかなと思います。でも考え方次第なんで、プラスマインドでいきたいと思います。僕も忘年会ちょっと立て続けに行っておりますが、最近、ちょっと調子悪くてお酒飲めないです。逆に僕飲みたいんですけど、皆さんも忘年会楽しんでいただけたらと思います。本日は以上です。ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。